皆さんこんにちは、琴文です。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。元旦の日に昭和天皇が敗戦の翌年の元旦にお示しになられた新日本の建設に関する御事のりについて一緒に聞いていただきました。興味のある人は多くないかもしれないと思ったんですが、アップしてとても良かったと思ってます。こういう話知らなかったっておっしゃってくださるような方もいて、とても嬉しかったです。それで調子に乗ってというわけではないんですが、やっぱり今年2022年は本当に日本にとって命運を分けるような勝負の年というか崖っぷちの年になると思うんですね。なのでこの昭和天皇の御事のりについてはもう少し皆さんと一緒に共有したいなと思います。今回は少し長いんですけども、頑張って最後まで聞いてくださいっていうか、多分聞いてるうちに、へえそうなんだそうなんだって言って最後まで聞いていただけるのではないかと思うんですが、終戦の御事のり8月15日のあの昭和天皇の玉音放送ですが、あるとても大切な言葉が違う言葉に変わってしまったというような重要なお話です。それでは始めます。皆さんこんにちは、渡辺幸子です。先日終戦の頃に開戦の御事のりと終戦の御事のりと、それから新日本建設に関する御事のり、この3つについて動画をアップいたしました。でその中で終戦の御事のりは、実はその中のとても大切な部分が本来あるべき文言じゃなくて、違う言葉に変わってしまったんだっていうようなお話をいたしました。それについてもう少し詳しく今日はお話ししたいと思います。終戦の詔勅に込められたとても大切なメッセージというのがあります。でその義名の損するところというのと、万世のために太平を開かんと欲す、この2つの言葉です。で私たちが知っているのは、万世のために太平を開かんと欲すというこちらの言葉だと思います。この言葉はとても有名なので、毎年終戦の日の頃には玉音放送で耳にする言葉だと思います。この言葉は、自運の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲すというこの一文でございます。でここがとても大切なんですが、実はこの自運の赴くところという言葉が、もともとは義名の損するところという言葉だったんですけれども、それが自運の赴くところに変わってしまったということなんですね。この終戦の詔勅を起草した先生が安岡正弘先生と言います。で東洋思想の権威で陽明学者で、政治家の先生方のご意見場だったりした方なんですね。でこの方が起草をされたんですけども、この詔勅の起草にあたってこだわったことが2つあるそうなんですね。1つはですね、日本の歴史始まって以来戦争に負けたわけですよね。その負けたというその御事のりを昭和天皇に出していただかざるを得ない、それをどういうような言葉で出すのがいいのかというのを本当に本当に考えたそうなんですね。まあ永遠の歴史に残ることなのだから、参った降参したっていうような悲鳴に近いような、そんな直後は絶対に避けたいと。でそれよりも後世の歴史家が、戦いに負けて降参するやつがこんな大きなこと言ってんのかみたいなね、そんな内容にしたいっていう、そういう気持ちがあったそうなんです。こだわったことの一つとしては、戦いに負けたやつが大ボラ吹くと呆れるような言葉をさりげなく、学問上の、それもまあ負けた相手中国の古典にのっとって、彼らが度肝を抜くような言葉を入れると。それが日本天皇と日本のその天皇の道ですね、行動のためにはそうしなければいけないと思ったそうなんです。でもう一つが、戦い破れ、刀折れ、力尽きて降参するのではないのだと。日本が降伏するのは勝敗の問題ではなくて、もっと高い道徳的な立場から
こういう行動に出るんだよっていうことを示さなければならない。この2つを考えられたそうなんですね。このそして万世のために太平を開くという言葉も出てきます。でこの万世のために太平を開くというのは、宋時代の鉄人で張応挙という人がいたそうです。朱子とか陽明の大先輩です。でこの張応挙の4つの格言のうちの最後の1つに、天地のために心を立つという言葉があるそうなんですね。これは人間は心の世界を開いたという意味なんですが、この辺のことについてはちょっと後でまた話題にしたいと思います。でもう一つ、偽名の損するところというのは行動哲学で真偽に基づいてやめるということです。これは道義の至上命令です。でこの戦い破れ、刀折れ、力尽きて降参するのではない、日本が降参するのは勝敗の問題ではなくて、もっと高い道徳的立場からであることを示す、そういう内容にしなければならないと。でこの偽名の損するところという文言を入れて、でこうなるわけですね。偽名の損するところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、万世のために太平を開かんと欲す。この言葉で日本の在り方というか道というものを示すと。ここがとても大切なんだと。でそれがですね、どうして書き換わってしまったのかという、そういうお話なんですが、自運の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、持って万世のために太平を開かんと欲すとなると、この自運の赴くところというのは、まあ、風の吹くままにこう流されていくというような、そういうような意味なので、それではこの万世のために太平を開かんと欲すっていうのとは心が一致していないです。どうしてそれがこうなってしまったんだろうと。偽名の損するところ、自分の使命である、ね、その使命で耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、万世のために太平を開かんと欲すでなれば、もう偽名があるのであるから、もう頑張ってし耐え忍んで、これからのこの世の中のために頑張ろうという、そういう、 こう一貫した心が現れますよね。この2つの言葉絶対変えてくれるなと言って内閣に出したそうなんですけども、それが閣議で変わってしまったと。なんで変わってしまったかというと、偽名っていうのはあまり聞いたことがない言葉なので、まあ違う言葉がいいんじゃないかみたいな感じで自運っていうことになったそうなんですね。自運の赴くところが最終的になって、昭和天皇が勅語としてお示しになられたわけなんですね。それでそれを後から聞かされた安岡先生は、もう本当になんてことをしてくれたんだと、これを私が起草したなんていうことは口が裂けてももう言わないでくれみたいな、本当に憤慨をされたっていう話が伝わっているわけですね。大東亜戦争っていうのは、アメリカとイギリスとオランダの連合国との戦いである以前に、中華民国の中継政権との戦いであったと。相手国のシナ人の古典の証拠を用いて、堂々たる戦闘停止の宣言を相手に送って、もって精神伝統の承継の面で相手を見返すということだったそうなんですね。この辺の状況について安岡先生がある講演でお話になられたことがあるので、そこをちょっとかいつまんで朗読します。小直、これは私が本当に心血を注いで起草の任に当たった。そのうち特に細かいことはもう言いませんが、私がギリギリの決着2つ大きなことを考えた。その一つは、日本歴史開闢以来初めての屈辱の小直をお気の毒にも現天皇がお出しにならねばならない。これは永遠の歴史に残ることであるから、参った降参したという悲鳴に相当する直後は絶対に避けたい。それよりも後世の歴史家が戦いに負けて降参するやつが、サリとは大ボラを吹いたものだと呆れるような言葉をさりげなく学問上の、それも大体中国に負けたのであるから、中国の古典にのっとって中国人自らが腹を立てるよりも逆さまに驚嘆するような言葉を入れたいというとんでもない野心、
まあ、野心といっては言葉が悪いな。日本天皇、日本行動のためにこれを考えた。それからもう一つは、戦い破れ、刀折れ、力尽きて屈服する、降参するのではないと。勝とうが負けようが、勝敗は平家の常ということが幸い孫子の中にもあるので、勝った負けたというのは歴史的に極めて一時的なものだ。そんなことは問題ではない。日本が降伏するのは勝敗の問題ではない。もっと高い道徳的立場からこうするのだ。この2点だけは明確にしておこうということを考えて、非常に苦心して捻出、文字通り捻出したのが、あの万世のために太平を開く。これは張居という中国の人ならば、学者なら誰知らぬ者はいない壮大の鉄人、朱子や陽明の大先輩でありまするが、この人の作った4つの格言がある。その最後のもので、その格言とは、これは皆よく知っておるかもしれないが、天地のために心を立つ。人間は心の世界を開いたということ。天地の一つのシンボル、天地は造化、造化が万物を作った末に人間を作って、人間を通じて心の世界というものを天地造化が開いた。これは大きな思想である。少し飛ばします。つまり、天地のために心を立つ。ちょうどこれがいい、そのままの訳語になる。つまり、天地のために心を立て、生民のために生きとし、生ける民のために命を立つ。運命を創造すると、これはつまり易学だね。それがどうしても歴史及び民族の先祖の学問、古典に帰らねばならぬ。生ける聖帝、歴史的偉人、その人の学問が絶えておる。常にそういう大事な学問が絶える。その絶える学問を継ぐ。そうして初めて万世のために太平を開くことができる。雄大な深遠な思想だと。戦いに負けて実は降伏するのであるが、日本天皇には降伏と言わず、万世のために太平を開かんと欲すという言葉を入れる。これで初めて世界の歴史に日本というものが伴って、日本の天皇というのはどえらいことを言うものだなぁと感嘆するやつが出てくる。それと、負けるのは戦いに負けたから降参するんじゃないんだと。勝とうが負けようが、どっちにしても真偽に基づいてやめるんだと。これを道義の至上命令といって、偽名という言葉がある。偽名の損するところ、これで戦いをやめると。この2つは小職の中の日本の柱だと。閣議でどんな議論が出ようとも、この2つの言葉だけは絶対に変更してはならん。もしそうするならば、初めから作り直せ、俺は知らん、関与せんと言って、これを内閣に返してやったら、閣僚どもが戦いに負けて降参するのに、これは何ということだろうかと言って、みんな驚いて、やめようじゃないかと言うたが、白水初期官庁が、やめたら安岡が承知せんと、もういっぺん誰かに作りなさせいと言っても、そんな余裕も時間もないと。その次に、この偽名という言葉は聞いたことがないと。己たちの無学を棚にあげて、自分が知らんから人も知らんと思ってる。学問長の厳粛な言葉を捨てようとしたらしい。そこで白水氏が非常に頑張ったと称するんだが、どうだかわからんが、ともかくそういうものならば、どっちか一つ。それには、偽名なんて言葉は俺たちは知らんから、こんなものは捨てようと。えらい大ボラを吹くようだけど、そんなに言うなら、これは王政に従おうじゃないかということで、これは入れたらしいんだ。後になって聞いたのだが、そしていよいよご放送があって、その直後の新聞に、一切にこの万世のために太平を開くというとこだけが特別の大活字でデカデカと、どの新聞にも皆出たものだから、内閣の報どもは皆びっくりして、やっぱり専門家というものは違うものだなぁと初めて感心したんだが、情けない。けれども一方の方は、犠牲にして自運の赴くところとなっている。自運の赴くところというのは、
風の吹き回しということだ。風の吹き回しで調子が悪くなったからお辞儀をするっていうことだ。それなら日本の天皇陛下、行動哲学にはならん。勝とうが負けようが、運下によかろうがあしかろうが、そんな問題ではなく、天皇の良心、厳粛なる良心の命令、カントのいわゆるカテゴリッシャー・インペラティーフというやつで戦いはやめるんだと、こういうことなんです。というような内容なんです。ちょっとこの後もとても面白い内容なので、ちょっとこの五講演録は別に、別にやっぱり朗読する動画を作りたいと思います。このような事情で、偽名の損するところが自由の赴くところになってしまったと、安岡先生はご講演でおっしゃってます。そしてですね、実はこの後ですね、小堀圭一郎先生がお調べになられて、実はその内閣に出す、その閣議に出す前に、どうも書き換わってしまっているっていうことが分かったみたいなんですね。なので、だけどその犯人探しをするのもなんだしみたいなようなことを書かれてる本を読みましたけれど、どうもその安岡先生のご認識と、後からお調べになられた小堀先生の話とはちょっと食い違っている部分もあるんですが、いずれにせよこの偽名の損するところが自由の赴くところに変わってしまったというのは、本当にあっちゃいけない変更だったんだろうなと思います。だって毎年毎年私たちね、ここの部分聞くじゃないですか。自由の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、持ってっていうふうに聞くんですけど、あれが偽名の損するところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びっていう言葉だったら、あ、私たち日本人には使命があるんだって思って、みんな生活したんじゃないのかなって思うんですよね。話は変わりますが、一番昭和天皇のお心が入られていたのはここの部分じゃないのかななんて私は思ってます。帝国臣民にして、先人に死し、職域に順次、悲鳴に倒れたる者及びその遺族に思いをいたせば、ごないために咲く。このごないために咲くというのは、やはり中国の言葉なんだそうなんですが、この大見心というのは、その後の大日本建設に関する御事の理でもお示しになられていたんだなと、ありがたく思ったりいたします。これが、終戦の御事の理でございますね。で、偽名の損するところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、万世のために太平を開かんと欲す。この言葉、現実には違うんですけども、でも本来ならば、この偽名の損するところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、万世のために太平を開かんと欲すというふうに、私たちは置き換えて、毎年毎年この言葉を聞いた時に、あ、自由の赴くところじゃなくて偽名の損するところなんだって思えば、日々の生活と心構えが変わってくるのではないかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。